授業を始める。これだ。正解だ。よう、高垣じゃないか。帰り乗っていくか。近頃事件だなんだで物騒だしな。いえ、今日はバイトで撮影が、夏の特集号で外せなくて。おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。体調が悪いと言ってたじゃないか。盲腸の疑いだったかな。忙しくてちゃんと病院に行けてなくて、ご心配かけてすみません。親友は練習ばかりで寂しいだろう。悪いと思って誘ったんだが。ああそうそう、例の転校生、気をつけた方がいいぞ。前歴のあるやつなんだからな。お前にもしものことがあったら。ありがとうございます。失礼します。よ、昨日の城のことだけどさ、夢だって言い聞かそうとしたけどやっぱ無理だわ。なかったことにできねえ。鴨志田の野郎と関係あるかもって思ったらよ、あそこが一体何なのかどうしても確かめてんだ。こんな話お前にしか相談できねえしよ。付き合ってくんねえか。話のわかるやつじゃん。まあ確認たって、昨日の朝の道順を歩き直してみるくらいだけどな。どの道、お前駅まで歩きだろ。一緒に行こうぜ。あ、とりあえずもし道でそれっぽい建物に気づいたら教えてくれ。あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てかいつあんなの建ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そう言われると俺も自信ねえな。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。やっぱ学校か。別に変わったとこなかったよな。白っぽいのもねえし、道どっかで間違ったんだな。もう一回やんぞ。最後まで付き合えって。行くぞ。
マジか。俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし、けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前、あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とか、そんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだ？この目ん玉の。なんだそれ？変なアプリ。あった！これだ！やっぱこれナビだよ！お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ！俺天才すぎんだろ！これ使おうぜ！アプリ立ち上げるだけだろ。鴨志田囚人学園変態城ナビを開始します。来た。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え、なんだ。昨日の城だ。また来れちまったな。つうことは昨日のもマジで、うわっ、その格好前もなってたよな。何なんだよその格好。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい、騒いでんじゃねえよ。お前、シャドウが急にざわつき出して、もしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。学校なのか。そうだよ、城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとってのな。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。ああ、今のは捕まってる奴隷だろ。マジ？マジだ。昨日俺たち以外にも捕まってる奴を見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろ。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日こうだ。まして昨日お前らに逃げられたからな。さぞ荒れてんだろうぜ。あの野郎！龍二、ふざけんな！鴨志田！そんなんで開くかよ。だが、何やら訳ありみたいだな。おい、モナモナ！モルガナだ！この声の連中のとこ、お前ならわかるか？連れて行けってか？ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。お前の力をもう少し見たいんだ。
断っても、こいつは一人で行っちまいそうだぜ。まさか見殺しにする気か。決まりだな。マジか。悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。ここが潜入口だ。ここって確か前に脱出で使った。あ、通気口だ。正面から入らないのは怪盗の基本だぜ。怪盗？知らねえっての。ま、我が輩がしっかり仕込んでやる。それじゃ行くぞ、ついてこい。その終わり、結局巻き込んじまってよ。けど鴨志田の野郎が好き勝手しやがんの、どうしても許せねえんだ。ありがとな、付き合ってくれて。恩に着るぜ。相変わらず不気味なとこだぜ。いいか、ちゃんと我が輩の案内通りにするんだぞ。ついてこい。ああ、行くぞ。やっぱり見張りがいるか。こっから先は戦いが避けられそうもない。マジか。仕方ない、戦闘の基礎の基礎だけここで伝えておくぞ。頭に叩き込め。原則いつでも不意打ちを狙っていく。可能な限り敵は背中から襲え。パレスの敵は主の歪みに支配されてる。その象徴が仮面、そいつを剥ぎ取るんだ。成功すればどんな敵でも一瞬必ず前後不覚になる。そこを先制攻撃だ。後ろから不意打ちかまして先制攻撃か。よし、わかった。お前は外で見学だぞ。ペルソナが使えないんだからな。さあ、行くぞ。暴いてやる。何者だ。何だ。先制攻撃チャンスだ。行け。よし、指示をくれ。我が決意の証を見よ。意を示せゾロ。よし、勝利だな。一歩前進だ。そういや、なんで誰もいねえんだよ。前はいただろ。どこ行ったんだよ。声でかいって、落ち着け。そうだ、確かあの奥にもいたはず。こりゃ移送されたのかもな。やべえぞ、足音が近づいてくる。
かなりの数だ。今見つかると面倒だな。おい、ひとまずその部屋に入れ。やり過ごすんだ。ここならシャドウも来ないだろう。で、なんでわかんだよ。ここだけ歪みが少ない。主の支配が弱い場所ってことだ。これ、教室か？これでわかったろ。ここは主の心が映し出したもう一つの現実なのさ。鴨志田の現実？やっぱりわかんねえよ。歪んだ欲望が具現化した世界と言ってもいい。我が輩はパレスって呼んでる。パレス？学校を自分の城と思ってるからこうなってるわけだ。思っただけで城になったってのかよ。ざけんな。よっぽど鴨志田ってのが嫌いらしいな。嫌いどころじゃねえ。全部あの野郎のせいだ。何があったか知らないが、情で突っ走んのはやめとけよ。そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、俺も気になりまくるわ。そいつもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは何でも主の思い通りに歪む。学校がこんな城になるくらいだからな。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその現れ。お前自身が持つ反逆のイメージだ。なあ、めんどくせえ。つうか服の前にお前の方が気になるわ。なんなんだお前。人間だ。正真正銘人間様だ。いや猫だろ、どっちかっつうと。これはその本当の姿をなくしたからだ。多分な。多分かよ。だが元に戻る方法は分かってる。ここへ忍び込んだのも下調べのためだ。まあ捕まっちまったか。それに我が輩だって鴨志田には拷問されたんだ。絶対お礼してやる。漫画かよ。マジイカれてやがんな。行くなら急ぐぜ新人。お前の力、今回も当てにさせてもらうぜ。何、お前ばっかに苦労はさせねえよ。あ、そういや、もしかしてって思って。一応、持ってきたんだよ。モデルガン。音しか出ねえけど。おもちゃじゃねえか。でも見た目超リアルだし、脅すくらいには使えんだろ。あと一応、傷薬も持ってきた。備えあればってやつだ。どうよ。やっぱり花からこのつもりだったのか。まあいい、なら準備が整ったら潜入を再開するぞ。とはいえまだ外は万兵が巡回しているはずだ。万兵をやり過ごす間、ここで状況を整理するとしよう。
よし、行こうぜ。見張っているか。あいつの傍らにある柵が修練場に通じる入り口のはずなんだ。じゃあどうすんだ、戦うのか。うまく見つからずに倒せればいいかな。もし見つかったらパレスの警戒度が上がっちまう。じゃあ警戒度が上がっちまったら逃げるしかねえのか。見つからずに敵を倒せれば警戒度は下がる。まあ少しだけだがな。なんか複雑だな。仕方ないな。警戒度に関する注意をまとめとく。警戒度はパレス探索の肝だ。後でちゃんと読んどけよ。暴いてやる。何者だ。窓が動けないんだよ。よし、こちらの先生だ。これは火炎に弱い敵だな。ペルソナ引導を渡す。いただいていく。よし、敵撃破だ。我が決意の証を見よ。仮面の限界を捨てに。そんな、取れ我が半身。よし、敵は一掃したぞ。さて、なあ、侵入者らしい奴はいたか。いや、まだ見当たらない。やっぱり敵が多いな。あれじゃかわすのも無理か。じゃあどうする？また倒すか？おい、簡単に言うな。まだ先はあるんだぞ。スタミナは残しておきたいだろ。そうか。そうだよな。悪い、こんな時。俺も戦う力がありゃ少しは手伝えんのによ。持ってんのはおもちゃだけだもんな。情けねえぜ。実際おもちゃ、さっきの銃かのおもちゃな。見た目それっぽいだけで弾も出ねえ。なるほど、そうか、
その手があったか。よし、そいつで奴らを倒そう。はぁ、聞いてたか、モデルガンだし弾だって。大丈夫だ、きっとうまくいく。クセッケ、仕掛けろ。我が輩を信じろ、行くぞ。いや、おい、気をつけろよ、弾出ねえんだから。銃ちゃんと持ってるな。シャドウに向けて撃ってみろ。使うより銃を連射した方が効果的な場合も多い。もちろん弾切れはあるが、温存して余らせるよりはいいからな。よし、我が輩の武器も見せてやる。我が輩の話を聞け。やっつけちまおう。暴いてやる。呪音属性に弱いようだな。ヘルスだ、くらえ。よし、敵撃破だ。決めざれし、覚悟しよ。敵は残り2体、行くぞ。うまい。やだ、敵がダウンした。やっつける、いただいていく。やだ、敵がダウンした。
許さないし。敵残り1体大詰めだ。鮮やかな勝利だ。さて、見張りか、あの先のはずなんだが。んじゃ、またぶっ倒すか。そうするしかないか。いや、だがちょうどいいかもな。よし、これからお前らにとっておきの戦い方を教えてやる。ああ、そんなもんだ。行くぞ。いいか、戦いには流れってもんがある。ま、百運はなんとやらだ。まずは敵をダウンさせろ。全てはそこからだ。エルトだ。そこか。よし、一気に追い詰めて総攻撃だ。力が湧いてくる。うまくいった。やっぱお前筋がいいぜ。なんだよ今の。バババっての。総攻撃って言ったろ。敵を全員ダウンさせればこうやって一気に倒すことだってできるんだ。確かにすげえ攻撃だったな。何しろ無防備な敵への一斉攻撃だからな。威力は高いし敵全体に効果がある。さっきも話したが指揮系統は統一したい。総攻撃の号令はお前がやってくれよ。敵の弱点をついて全員ダウンさせて総攻撃。こいつが戦いの黄金パターンだ。覚えておけよ。よし、これやめろ。ほっといてくれよ。逆らったって無駄なんだし。はあ、おとなしくさえしてればお前らみたいに処刑はされないんだ。好きでそんなとこいるってのかよ。てかお前、まさかとは思うがこいつら連れ出そうって気か。このままにしてられっかよ。バカすぎる。あ？こいつらはな、鴨志田が認知してるだけの人間だ。現実から入り込んだ本物の人間じゃない。お前らとは違うの。認知？そいつら助けても意味ねえってことだよ。
現実にいる本物とは別物なんだから、よく似た人形みてえなもんさ。なんだそりゃ、ややこしすぎんだよ。学校が城で生徒は奴隷か、まんますぎてウケるぜ。確かにあのクソ野郎の頭ん中じゃねえか。しかしひでえな、現実でも奴隷扱いってことだろ。現実でもこいつら全員バレー部だ。鴨志田が顧問の。日頃から殴られてんだろうな、普通ここまでボコボコにならねえって。現実でも似たような目に遭ってんのか。そうなんじゃね。だってこれ鴨志田が奴隷だと思ってるってことだろ。マジかもしれねえわけか。鴨志田には体罰の噂があるんだよ。あくまで噂だけど、マジだったらこれ普通に警察だとじゃねえ。こいつら証拠にしてやる。うまくいけば鴨志田の野郎、あれ動かねえ。ナビ使えんのにカメラはダメなのかよ。ナビ、俺らナビでこっち来たんだ。お前のは。何でもいいがそろそろ見つかるぜ。戻った方がいい。ちょっと待ってろ。しゃあねえ、こうなったら全員の顔を覚えて帰ってやら。行こうぜ。行こうぜ。あっちゃー、こっちだ。また貴様らとはな。過ちを二度繰り返すとは救いがたいな。学校はてめえの城なんかじゃねえ。あいつらの顔はしっかり覚えたぜ。観念すんだな。負け犬ほどよく吠えるとは心理らしいな。陸上部のエースも落ちたものよ。ああ、何が言いて。暴力騒ぎを起こして仲間の夢を潰した裏切りのエース君。貴様の自分勝手の巻き添えになった連中が、いやはやかわいそうで仕方ない。
驚いた。知らないまま付き合わされてるのか。仲間を裏切り夢を潰したというのに、こやつは一人のうのうと生きている。違う。こんな愚物に付き合って死ぬ羽目になるとは運がないな。構わん、まとめて殺せ。俺の城をゴミで汚すな。くそ。リュウジ、どけ。囲まれたぞ。クロース、鴨志田様の命令でクロース。望まれてるからクロース。聞くだろ。どれや。こいつはやばいな。深く。そんな。こんな。どうせ貴様の思いつきで来てこうなっちまったんだろう。え？やめろ。すぐ感情的になるクズ。この俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習を見てやった恩を忘れたか。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。クビになったあの監督も救えないバカだ。正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものを。なんだと。もう一本の足もやってやるか。どうせ学校が正当防衛にしてくれるしな。また俺負けんのかよ。こんなクソのせいで走れなくなって陸上部もなくなって。そうだったのか。こいつらを始末したら次は貴様だぞ。おい龍神。俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん。そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする。救えないクズどもをな。お前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、カモシだ。何してる、黙らせろ。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し得ぬおめえなら旗に掲げて人を奪え。お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時、何時だ。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。俺のペルソナ、こいつはいい。
この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。なめるなガキが。ぶっ放せよキャプテンキッド。鴨志田様の手を煩わす問題児が。どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえんだろう。なら問題児らしく振る舞ってやるよ。行くぜ俺のキッド。弱点は見当たらないな。ベルソナキャプテンキッド。いざ敵がダウンだ。ベルソナルバエキッド。敵がダウンだ。ベルソナキャプテンキッド。見当たらないな。ベルソナやってやる。いただいていく。ベルソナ、私は栄えあるカモシダ様の進化であるぞ。それがなぜ敗北か。カモシダが大したことないってだけだろ。こいつは驚いたぜ。リュウジにも素養があったとはな。今さら謝っても許さねえからな。ここは俺様の城だと言ったのにまだわからんようだな。あ、高巻。おお、なんてなんて綺麗な女の子だ。どうなってやがる。そういや、なんとなく。つうか、なんでいいんだよ。てめえ、手離せ変態野郎。何遍教えれば理解できるんだ。ここは俺様の城。何をやっても許される場所。誰もが俺様に気に入られたいと願う。貴様らみたいな頭の悪い族以外はな。高巻、なんとか言えよ。龍二、冷静になれ。あの子はどうやら本物じゃない。奴隷たちと同じで認知上の存在なんだよ。羨ましいか。まあ貴様らのような問題だらけの不良には女は寄ってこないだろうな。くそ、早く掃除しろ。くそ、この数じゃ囲まれる前にずらかるぞ。何もしねえで逃げんのかよ。お前が冷静で助かるぜ。わかった。てめえの化けの皮絶対ひっぺかしてやる。首洗って待ってろ。ここの連中はいたぶり飽きてたところだ。いつでもかかってこい。命が惜しくないならな。相手にするな。行くぞ。つうかよ、これ着替えた覚えねえし。お前のマジシャンっぽいのよりマシだろ。静かに。いたぞ、向こう。
ことだよ、これ意味わかんねえ。前に言ったろ、アレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ。歪みにやられないためにな。これドクロか。具体的な格好はお前の内面の現れだ。お前に眠る反逆者の言ってもわかんねえか。わかんねえ。ならいちいち聞かないで自分の目で見たものは受け入れとけ。気楽に言いやがって。あ、てかやべえじゃん。静かにしろっつってんだろ。こっちで助かったって本物の格好で結局カモシダに。バカのくせに鋭いな。安心しろ、現実のカモシダはこっちのことは知り得ない。シャドウってのは抑圧された本性、人が日頃目を背けている人格だからな。大丈夫ってことか。処刑のこと現実の鴨志田は覚えてたか。そういうことだ。よっしゃ、それさえ分かりゃあとは。待て、約束通り道案内してやったんだ。今度は我が輩に協力してもらうぞ。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。あ、協力？言っただろ、我が輩はもともとここへ調査に来たってな。この身が受けた歪みを消し去って真の姿を取り戻す。そのためにははるかメメントスの。待てよ、何勝手に話進めてんだ。付き合うなんて一言も言ってねえぞ。え、まさかただで世話になろうってんじゃないよな。特にお前、すでに我が輩のプランの一部なのにか。我が輩が人間じゃないから、猫っぽいから、バカにしてんのか。こっちは忙しいんだよ。世話になったな、猫。なかなかガッツのある猫だったぜ、お前。またどっかでな。じゃねえわ、マジねえわ。何いい話風にまとめてんだから。ねえわねえわねえわ。ホームに帰還しました。お疲れ様でした。助かった、戻った。なんか振り回しちまったな、悪い。てかマジしんど。お前平気なわけ？顔に出ねえタイプってやつ。それよりマジだったら面白いことになんな。鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔俺バッチリ覚えたから、そいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ鴨志田もおしまいだ。体罰の証人探し、お前も手伝ってくれるだろ。そう来なくちゃな。お前さ、前歴あるからおとなしくしてよってんなら意味ねえと思うぜ。もう知れ渡ってんだよ、むちゃくちゃレッテル貼られちまってる。鴨志田がバラしやがったんだ。即バレなんて教師以外ありえねえだろ。野郎は気に食わねえと思ったら部でも生徒でも平気で潰しやがんだ。俺ん時みてえにな。俺の言うことなんか誰もまともに取り合ってくれねえ。けど体罰の噂は本当かもしれねえ。それに実際鴨志田の歪んだ心ってのを見たらそれこそ放っておけないだろう。頼んだぜ、俺も気合い入れっからよ。
見つかりたくないなら単独でやる方が効率的、そういう考え方だってできる。でも君は単独では行動しなかった。協力者がいた方が利点がある。君はそう判断した。違う？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、戦車のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、あ、そういや昼から何も食ってねえんだった。ここで別れんのもなんだしよ、なんか食い行こうぜ。肉とりあえず来いよ。つかぶっちゃけお前の昔話とか聞きてえし。はあ？んだよそれ、そいつクソすぎんだろ。なあ、終わり。ほんで、地元からこっち来て居候か。やっぱ俺ら、少年が似てんのかもな。さすがにお前みてえに前はねえよ。つかそこじゃねえっての。周りから厄介者扱いされてて、居場所ないとこ？俺もよ、前に学校でやらかしちまってな。場所、四茶だっけか。地下鉄、この時間ラッシュだから時間ずらしてった方がいいぜ。んだよ、全然食ってねえじゃねえか。いいんだよ、協力の礼だ。つうわけで明日からもよろしく頼むぜ。鴨志田さえなんとかすりゃお互いちった居心地マシンなんだろう。あ、そうだ、連絡先教えてくれ。あとチャットの ID もな。やがれかもしだ。明日から即始めっぞ。まず奴隷にされてた奴らに話を聞く。球技大会だったよな、鴨志田推薦のバレー大会とか。胸くそ悪いけどよ、おかげで僕は授業ねえし、みんな浮かれてる。うろついても気づかれにくいはずだ。ま、詳しい話は明日にしようぜ。か、食えよ、生姜ならいっぱいあっからよ。でよ、鴨志田をやっちまう方法だけど。あと、そうだな。眠れなくて目をつぶるといろいろ考えちゃうから。志保、全国大会もうすぐだから考えちゃうんだ。
私なんかがスタメンなんて。大丈夫、自信持って。実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私バレーしかできないから。それより怪我大丈夫？すごい腫れてたけど。うん、このくらい、大会前だし。鈴井、悪い、話してるとこ。その、鴨志田先生が呼んでる。え、何の用？さあ。私大丈夫だって。きっとスタメンのミーティングとかじゃない？そうだね。じゃあ私行かなきゃ。うん、頑張って。頑張れ、しよう。帰ったか。今日は真面目に学校行ったんだろうな。昨日の今日でさすがに懲りたか。まあ、面倒を起こさなきゃ何でもいいがな。どこで何してたか知らねえが、騒ぎでも起こしたら放り出すからな。くれぐれも言っとくぞ。自由の身だと思うなよ。とつるむんじゃねえぞ。分かったな。俺もう上がる。鍵かけとくからな。夜中に出歩いたりすんなよ。ようこそベルベットルームへ。今宵はいつぞやの話の続きをと思ってな、呼び出させてもらった。どうだ、この場所には慣れてきたかね。ほう、それは結構。さすがに肝が据わっていると見える。お前の構成は、ひいては滅びの運命を退けるため、そのようなこと一人の力ではならぬ。
だが今日お前は同じ力に目覚めた隣人と協力の約束をしたな。他者と関わろうとすることは構成にとって重要な足がかり。大いに結構だ。だが慣れ合って共になれと進めているのではない。生なかな友情などではない。磨きや心情によってお前に力を貸さぬとする者たちの王は、言うなれば居場所を奪われた者どもとの絆だな。その広がりがひいてはお前自身をも育むことになろう。ペルソナは心の力。あなたを取り囲む絆が強くなれば、それだけペルソナも力を得るでしょう。町には非力な貴様にはない才覚を持った者が数多くいる。せいぜい知恵を絞って味方につけるがいい。我々がそれを力に変えてやる。この私ですらも利用する心構えでなければお前の大願は果たされない。契約成立だな。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、愚者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。時が経てばおのずと飲み込めよう。引き続き公正に励むがいい。さあ話は終わりだ。とっとと下がれ囚人。入学早々球技大会とかかったるくね。教師チームと対戦って意味わかんねえよ。鴨志田先生にかなうわけないじゃん。先生の生スパイク拝めるかもよ。記念に一発受けておこうぜ。儲けが確定じゃん。それバレー部員とか生傷だらけなんだろ。どんな練習してんだよ。怖えよ。はいはい静かに。さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。ここです。あ、ナイスです。そう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 、オッケーです。浮いてんな、相変わらず。お、
な、つまんねえなあ。別の学校でも王様気取りってわけだ。何が親睦だ。てめえが目立つためのワンマンショーじゃねえか。三島のこと心配するふりしやがって。体罰上等のクソ教師が。まあいい、今のうちに昨日奴隷になってた奴ら探しに行こう。城で見た顔を探すぞ。今日はバレー部全員来てるはずだ。絶対体罰の証人見つけてやる。待ってろよ、あのクソ教師。たっと思いついたの D 組のやつだから。 D 組から言っとくか。お前のクラスな。すんなり聞けるといいけどな。俺なんか避けられてるし。でもお前も同じか。行こうぜ。おい、なんだよ。つか球技大会サボり。さすが噂の転校生。城にいたやつだ。坂本まで。お前ら何の用だよ。部活でだよ。関係なくね。鴨志田のせいだろなあ。チクったりしねえから証人になってくれよ。鴨志田の体罰のさ。意味わかんねえんだけど。ちげえよ。そっちがデタラメ言ってんだろ。隠すなって。俺らは知ってんだよ。知ってるって証拠でもあんの？いや、だからそれは。わけわかんねえよお前。つかもうほっといてくれよ。ぶっちゃけすげえ迷惑。もういい、行こうぜ。あの怪我普通じゃねえだろ。それでも認めねえとか。この調子でやってたら球技大会が終わっちまうな。そっちの方が早いか。俺は実習棟で部活前のやつを捕まえる。教室棟は任せるわ。覚えたやつに3年のバレー部がいた。確か 3C のやつだ。そいつも城でひどくやられてた。もしかしたら怪我とかしてるかもな。とにかく何かあったら連絡する。頼んだぜ。
いや、別に。知らねえよ、そんな。ちょっといい？すぐ済むから。てかあんた何なの？こないだの遅刻も嘘だし、妙な噂あるし。そいつに何の用だ？そっちこそ何？クラス違うじゃん。たまたま知り合ったんだよ。鴨志田先生に何するつもり？はあ？そっか、そういうことな。鴨志田と仲いいもんな。坂本には関係なくない？野郎が裏で何してるか知ったらお前絶対別れたくなるから。裏？それ
何？言ったってわかんねえよ。てか、あんたらもう噂になってるから。何しようとしたって、みんな協力してくれないし。一応、忠告。それだけ。相変わらず気の強え女。中学が同じってだけだ。てか、その話じゃねえよ。俺の方、全然ダメだったわ。お前の方は、なんか、誰かの名前とか出てねえか。え？特別な指導ね。確かにあいつ、いつもあざだらけだしな。なら帰っちまう前に話聞こうぜ。話あんだけど。坂本、お前まで。話するだけだよ。鴨志田から指導されてんだって？体罰じゃなくてか？違いますよ。なんで敬語だよ。まあいいけど、今日もぶつけられてたよな、顔面に。 あれは俺が下手なだけで。にしたってあざ多すぎんだろう。練習なんだよ。口止めされてんのか？それは。何をしているんだ三島。部活の時間だろ。今日はちょっと具合が悪くて。だったらやめるか。練習以外じゃ下手くそは治らないぞ。具合が悪いって言ってんだろ。練習来るのか来ないのか。行きます。何か問題を起こせばお前今度こそ学校にいられなくなるぞ。くそ。お前もだ。おとなしくしてろと校長先生がおっしゃっていたんじゃないのか。うん、練習の邪魔はしないでもらいたいんだ。良くない噂が広まってて生徒も不安がってるしな。そりゃてめえのせいだろ。うん、話にならないな。行くぞ三島。囚人学園は志のある生徒が学ぶ場所。ふさわしくない生徒に居場所があると思うなよ。ぼさっとしてんな。はい。くっそ。今に見てろよ。無駄だから。あ？体罰の証明なんて意味ないんだよ。みんな知ってんのさ。校長も親も知ってて黙認してるんだ。嘘だろ。迷惑だ。こっちの気も知らないで。君にだってわかるだろ。くそ。いや、諦めねえよ。他の奴らをもう一度説得してみる。それしか手がねえし。
部活まだ行かなくて平気？うん。目の上のまた練習で？うん。無理してないの？うん。私バレーしかできないから。出なくて平気？多分バイトかなんかだと思う。そろそろ行かなきゃ。志保、平気？その、うん。はい。今日はちょっと体調が悪くて、すいません。じゃあまた。今の高牧じゃね？ああ、鴨志田と付き合ってるって噂の。それ本当な？一緒に車に乗ってたらしいぜ。なんか高牧ってさ、軽そうじゃね？俺でも行けるかな。鴨志田の女はまずいっしょ。何？ごめん、邪魔だよね。ぼーっとしてたし。見ない顔だね。もしかして D 組の転入生？あの、余計なお世話かもしれないけど、噂気にしない方がいいよ。ならよかった。私の親友もね、見た目だけでいろいろ誤解されてる子でね。あ、ごめん、いきなりベラベラと。私そろそろ部活だから。またね。くそ、どうなってやがんだ。そう見えるか？どいつもこいつも三島みてえなこと言いやがって。絶対鴨志田になんか言われてんだ。こうなりゃ野郎に直談判するしかねえかな。んなの分かってっけどよ。マジなんとかなんねえのか？こんなんで泣き寝入りなんてごめんだぜ。なんか思いつかねえ？バレねえようにできりゃいいけどよ。もしバレたらマジ終わりだろ。他になんかねえかよ。それ城のことまで話せってか？絶対信じてもらえねえよ。他になんかねえの？どうするよ。城主ってあっちの鴨志田か？その発想はなかったけど、それ意味あ？やっと見つけたぞ。なんか言ったか？我が輩に仕事させておいてただで逃げようなんて思うなよ。その声、モルガナ？こないだは勝手に帰りやがって。猫が喋ってる。猫じゃねえ。こっちに来たらこうなったんだ。見つけんのに苦労したぜ。お前こっち来れんのかよ。まさかスマホ持ち？我が輩くらいになると自力さ。抜け道かなり迷ったけどな。つか、なんで猫で喋れんだよ。知るか。お前も聞こえてっか？マジでモルガナっつうことかよ。お前ら手こずってるみたいだな。証人がなんとかって言ってたやつ。うるせえんだよ。
鴨志田をなんとかする方法教えてやらんでもないけどね。さっきお前なかなかいい線ついてたぜ。その腹立つ上から目線、モルガナだわ。今確信したわ。まだ疑ってたのかよ。バカ、声がでけえよ。この忙しいのに猫探しかよ。今この辺で鳴き声しましたよね。隙間とかもよく探せよ。鳴き声、まさか俺ら以外には言葉に聞こえてねえのか。そうらしいぜ。どうなってやがんだ。てかさっきの話本当だろうな。バカのくせに疑り深いやつだな。聞かせてもらうぜ。つってもここはまずいよな。とりあえずカバンに入れとけ。新鮮紙入るんだね。おいてめえ、その扱い。手荒に扱うんじゃねえって。いいから。鴨志田をなんとかできる方法お前知ってるっつったよな。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。どういうことだ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば当然本人にも影響が出ることになる。どうなるんだ。あの城、つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは？その通り。お前やはり筋がいいな。マジか？いいやつになっちゃうってのか？けど、それ追い詰めることになんのか？パレスを消すってのは、要は改心させるってことだ。けど、歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって、鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。マジか！そんなことできんのかよ。しかもパレスが消える以上そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。足もつかず鴨志田を自滅させられる。すげえよ、すげえ猫だお前。猫じゃねえけどな。でどうやったら消せんだよ。パレスのお宝を盗む。盗む？この先はやると決まってからだ。何しろとっておきの秘策だからな。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする？証人探しも積んでる感じだし言う通りにするしかなくね。よし。あ、そうだ、これ言っとかないとな。パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、食べたい、恋したいとかな。何が言いてんだ。もしも歪んだ欲だけじゃなく欲望全部が消えたらそりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともありうる。だから死んじまうだと？話を最後まで聞けよ。それ俺たちの仕業になるのか。それくらいの覚悟できてんだろ。お前どう思うよ。マジ？なんだよ、ここに来てめんどくせえな。別にバレっこねえって。そういう問題じゃねえんだよ。バレなきゃ何してもいいってんじゃ、鴨志田のクソがやってることと同じだろ。他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。また来るぜ。それまでに決めといてくれ。
ぬか喜びかよ。くそ、別の方法ねえか考えてみるわ。今日は解散すっか。いい加減にしてもらえません？本当に体調が悪いって。ちょっとそれ先生、話が違う。志保のことと話別じゃないですか。志保のスタメン、もしかして聞いてた？趣味悪くない？ごめんなさい。聞いてたってどこまで？そうだよね。別に何でもないから。何でも、ついてこないで。ほっといてってば。なんであなたに心配されなきゃいけないの。何よ、意味わかんない。話すことなんかないんだけど、ちょっと揉めてるだけだし。ありがとうございました。噂くらい
知ってるよね、鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ、うん、鴨志田から電話かかってきたの。番号を教えろって言われてもごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって、志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんな奴の言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい。ごめん、わかんないよね、こんな話。何言ってんだろう。ほとんど話したことないのに。悪いのこっちだし。変な人だね、みんな。私なんて仕方なのに。あんたって本当に悪いやつ？噂の通りとは思えないんだけど。人を襲ったとか殺しかけた、なんとなく思ってたんだ。噂、大げさすぎるって。どことなく寂しそうっていうか、居場所がない感じっていうの。私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかも。私じゃ志保の力になれないのかな。あいつの気が変わってくんないかな。私の記憶とか、あと気持ちとか、そういうの全部なくなっちゃえば。そんな都合のいいこと起こるわけないよね。マジレスやめてよ。でもちょっとすっきりした。帰るね。今の話誰にも言わないでよ。鴨志田を説得する方法考えてみるから。じゃあ、ありがとね。鈴井、帰るの？何？鴨志田先生が呼んでる。体育教官室だって。先生なんて？知らない、伝えたから。こんな時間までどこをほつき歩いてた。しょうもない嘘はやめとけ。まさかとは思うが、妙なやつとつるんでないだろうな。ならいいけどな。つるむにしても相手は選べよ。人生台無しにされたくなきゃな。はあ、もうこんな時間かよ。待たされる身にもなりやがれってんだ。おい、俺はもう上がるからな。それと釘刺しておくが、あんまり遅くなるな。上がったな。
で、三権分立は知ってるな。立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所。権力が集中してしまうと誰も止められないから、権力を分散させ互いに監視抑制する仕組みだ。覚悟は決めたのか？他の方法なんて考えてもねえから、我が輩の言うこと聞いとけって。あ、猫の鳴き声しなかったか？近頃噂になってる猫がその辺にいるのか。ほら静かにしろ、大事なとこの途中だぞ。本人見てんだけどな。おい、あれ、こら、授業中だぞ。あれ、飛び降りるんじゃ。なにあれ、すずしお、マジ、だれ、こら、待ってろ、出て行くな。嘘でしょ、自殺。すずい、すずいでしょ。すずいちゃんと行こうよ。どうなってんだ。俺らも中庭に行こうぜ。これヤジ馬だらけじゃねえか。これじゃ通れねえ。こっちはダメだ、実習棟の方から回るぞ。悪い、通してくれ。え、何、ちょっと押さないでよ。すまねえ、通るぜ。悪い、通してくれ。え、何、ちょっと押さないでよ。すまねえ、通るぜ。なんだよ、どいてくれ、通してくれって。授業中だぞ。しお、こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか？私は担任ではありませんから。こ
こういうのは校長が。行きます。早く。どうして。ごめん、私もう無理。しよう。鴨志田？しよう！教室に戻りなさい！あいつ、三島、なんか変じゃね？吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください、先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ。逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は、鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に、俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから。俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生、機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから、きっといつもよりひどいこと。まさか、あんな野郎。はっ。坂本、きっと鴨志田先生のところに行くつもりだ。2階の体育教官室だよ。体育教官室に入っていったぞ。急いで追いかけよう。何しやがった。なんだいきなり。しらばっくらんな。いい加減にしろ。あれが指導なもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。百歩譲ってお前の想像通りだとして、何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんな奴が何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。またそれかよ。なら、もう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよ、クソが！なんで止めんだよ！けどよ！ほほう、お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやれよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。
次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど、前歴のことバラしたのお前だろう。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ三島。言われて仕方なくさあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんな奴のせいで。お前、そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行ってあのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は？ならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？あ？知ったかぶりかよ！退学って本当噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。志保は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。あ？怪盗？密かに入り込み華麗にお宝を盗み出す。まさに怪盗じゃねえか。なんかかっこいいな。しかも鴨志田の名前と学校と城だっけ。音声入力で謎の異世界に。どんな仕組みだこれ。誰かが作ったんか。少し気味悪い気もするが役に立ちそうだしいいか。鴨志田の野郎見てやがれ。行くぜ。やっぱなんかするつもりだ。スマホが関係あんの？名前と学校と。よし、一暴れするとしますか。その声坂本？もしかして。なんでいいんだよ。知らないよ。
何？ねえ、ここどこなのよ。学校なんでしょ。なるほどな。ナビってやつに巻き込まれたんじゃないか。一人が使えば一緒に入れるなら、使ったやつの周りも巻き込むってことだろ。マジか。てか、鴨志田に関係あんだよね。とにかく出てけって。やだ、騒ぐとシャドウに見つかるぜ。嘘、喋った。化け猫、化け。てか説明しなさいよ。それまで帰んないからね。無理にでも追い返すしかねえ。つってもどうすりゃいいんだ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そっか、なら定価してくれよ。全部終わったら話すから。ちょ、どこ触ってんの。おー、ごめん。あ、じゃなくて、あんたらマジで。今度からナビ使うときは気ぃつけねえと。使う道具のことは確かめとけよ。なんで見てただけの我が輩の方が詳しいんだよ。うせえ。つか、出鼻から高牧に知られちまったよ。さっさと片付けるしかねえぞ。彼女、高牧アンって言うんだろ。アン殿か。シャドウどもに気づかれてるぜ。気合い入れてけよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ジョーカー、あだ名か。ダセえ言い方するな。コードネームだ。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだろ。我が輩嫌だ。それにパレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからねえし、念のためだ。つうか、なんでこいつがジョーカーなんだ。戦力的に切り札だからな。決定だな。次にリュウジ、お前はそうだな、ヤンキーだ。喧嘩売ってんのか。自分で決めるわ。うん、俺っつったらこのドクロマスクだろ。いや正直嫌いじゃねえよこれ。ドクロって英語でなんつんだ。聞くのかよ。スカルじゃないか。お、いいんじゃね。俺スカルな。何がいいよ、こいつのコードネーム。モナでどうだ。まあ、ジョーカーもそれで呼びやすいなら納得してやる。よし、我が輩らはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。今後はコードネームを徹底するぞ。よっしゃ、お宝ってやつを取りに行くか。ダッシュで行こうぜ。つけておこう。